シュトモシチャンネル。こんにちは。こんにちは。第3回、小6合板模試ご受験いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この動画はですね、第3回の、問題の中で、どこがポイントになっているのかっていう解説するような動画になります。まず、国語から、早速始めたいと思うんですけども、今回、国語が平均点がですね、70点というところだったんですけども、立石さん、それの結果見てどうでしたか？最初の前提とすると、やっぱり台風だと、この天気不安の中に、中で皆さんよく受験していただきまして、ありがとうございます。またね、本当に入試のその近づいた時とかでも、こういうことが万が一起きるかなっていうのもあるかもしれないので、そういった部分で、今回は、そういった部分ではいいシミュレーションになったんではないかなと、勝手に感じております。で、国語の問題に関してなんですけれども、ちょっとね、四角一四角二も、とても、なんていうんですかね、読みやすかったんじゃないかなっていうふうには思うんですね。だけど、平均点が70点っていうのは、やっぱり知識問題、特にことわざ慣用句のところで、点数を落としてる、受験生が多かったんではないかなと思いますので、知識は、今からでも十分間に合うので、そこは、しっかりと、今回間違ったところであったり、あとはことわざ慣用句があまりよくできなかったなっていう受験生の方は、ここに関しては強化していただけるといいかなと思います。で、四角1だと、私は感じたところ、いつもこれ、正答率が悪いんですけれども、傍線部から離れたところが答えになっている部分に関しては、非常にいつも正答率が悪いんですね。で、今回に関しては、四角1は問い8と問い10ですかね。問い8の込み上げてくる思いを何度も飲み込んだとありますが、ここから千里はどのような様子が読み取れますか？説明した次の文の四角に当てはまる最も適当な15字の言葉を本文中から探し、始めと終わりの3字ずつ抜き出しなさいって書いてあるんです。この抜き出すところの、この校則の問題を何とかという思いの生徒たちに通じたことに実感し、手応えや充実感を噛み締めている様子って書いてあるんですけれども、こういうところで、まずこの文章のところに、大きなヒントがある。あとは、最初に問題、外文っていうかな、本文を読む前に、説明をちらっと、やっぱり目を通すと、ここに関しては正答率がもっと上がってくるんではないかなというふうに思います。で、ここに関しても、3ページの上の方に、具体的に言えば、聞いている人はそのおかしさに気づいてくれるはず。大人と子供の関係がない。自分に引き寄せ、自分のこととして想像してほしいというところの、自分のこととして想像してほしいというところが答えなんですけれども、ここをやっぱりちょっと傍線部とはちょっと離れてますよね。なので、こういったところをちょっと最初に読んでいただくと、解ける問題かなというふうに思います。で、問い10番は、これも全く一緒なんですよね。このどんな大人もかつては中学生だったんだから大人に押し付けられすぎ決まりや理想像によって視覚、自分たちの苦しい気持ちを分かってくれるはずだって書いてあるんですけれども、これも3ページの今度は下の段の、太字のところですよね。どうして私たちだけががんじがらめにされた挙句、理想の学生像を押し付けられないといけないのでしょう。というところですよね。だから、ここに関しては、自分たちの苦しい気持ちとか、あと大人に押し付けられた決まりや理想像っていうものが、この文章にも入っておりますので、ここから、抜き出していただいたらとは思いますので、この辺を、やっぱり、傍線部から入試問題もこれから過去問を解くと思うんですけど、こういった問題は結構出てくると思うんですよね。なので、その時にやっぱり時間も決められているので、多分皆さんがこれ時間、ね、無制限でいいですよってなったら、もしかして解けるかもしれないんですけど、やっぱり時間の中で解くっていうことに関すると、そういったところをしっかりと、読み落とさない、同じような文章はどれかっていうのを頭に入れとくだけでもだいぶ違うかなと思います。で、今度は四角にはですね、
私が気になったところは、問7ですね。問7の丸6に当てはまること、最も適当なものを本文中から7字で探し答えなさいという問題なんですけれども、ここに関しても見ていただくと、ここに集中力って書いてあるんですよね。集中力と何々をもって何度も繰り返し聞けばって書いてあるんですけれども、ここが、その前のページの9ページの想像力、点って、もう一つの想像力っていうふうになってるんですけど、これ力ってなってるので、それにちょっと合わせるっていうふうなことを、ちょっとだけイメージ、何とって書いてある場合は、その前の文章、比較っていうか、追加なので、そこをちょっと見ていただいたら解けた問題なんだけれども、ちょっとやっぱり、四角欄の丸6からちょっと離れているので、そうすると正答率はガクンって下がっていきますので、ここをもしこれが取れたら、結構ライバルの人たちと差が出てくるかなと思いますので、やっぱり本文を、設問を1回目を通すのが、おすすめかなと思います。私の方からは以上です。はい、ありがとうございます。そうですね。比較的、大問1も大問2も、舘さんが言われたように読みやすい文章だったかなと思います。国語の問題でやっぱり正答率が低くなるのは、やっぱり四角だったり線部から離れたところに答えやヒントがあるっていうところは、どうしても正答率は低くなるんですけども、こういう文章が読みやすいときほど、こういう遠く離れたやつっていうのも探しやすくなるので、もし、今、舘さんが言われたような場所を間違ってしまっている場合は、もう一度ここはどういうところから、ヒントを得ればよかったのかなっていうのを、復習していただけるといいのかなと思ってます。あとはやっぱり本番の入試もそうなんですけれども、大問3から大問5、漢字ですとか言葉の知識だったりとか、そういったところもで、差がつく場合っていうのもかなりあるので、間違ってしまっているところは必ずここは復習していただきたいなと思います。特にことわざ慣用句、熟語の知識っていうところは、入試でも多く取り上げられると思いますので、ここは押さえておいていただければなと思います。では、国語の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。そう。